しそんじゅんさんにお伺いしようと思いますけれども、はい、こうやって今、ね、声優陣の方々が本当に人気声優陣の方々が揃ってらっしゃいますけれども、はい、何かこの場を借りて声優の方々に聞いてみたいこととかございますかそうですね、まあ、今回あの、吹き替えを初めてやらせていただいて、本当に皆さんが普段やられている仕事が素晴らしい、もう到底できないことだっていうのを感じて、やっぱ僕らはその。 役者としてのアプローチで精一杯やることしかできなかったんですけれどもその中で気になるのはあの、まあ、何個も役を掛け持ちでやられてるじゃないですか声優さんってその中でこう役をゼロからこう作り出すというかその役のアプローチっていうのをあのどのようにしているのかなっていうのはすごく気になりますね。 じゃあそれはちょっとバンブルビーの木村さんに聞いてみたいと思います役のアプローチですかしんさんどうですかやめてください <laughs> 先輩 <laughs> そっか先輩お願いしますえでもそれを言っちゃうとね普段立ちの芝居やってらっしゃる方はどういうふうに作ってるのかなってすごい気になるけどえはどうしてんだろうみんなお俺は俺自分の話すのすごい恥ずかしいなえ俺はセリフがこうシナリオをこう頭から読んでって自分のセリフがこう一個ポって出てきた時にあこういう時にこういうこと言うやつなんだっていうのが一個できるわけじゃないですか で読み進めていくとまた次のセリフであこういうときにこういうことも言うんだってうとつなんかこう繋がる気がしてでもう一個セリフが出てくると今度もう一個この辺に出てくるからちょっとこう立体的になっていくるんですよねだん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 その一個一個のセリフがこういうときにこういうこと言うやつこういうことと言うやつってだそうするとそのセリフとセリフの間もつなんか繋がってるからここも埋まっていくというか,かじゃあきっとこういうときはこう言うんだろうなみたいなのがなんとなくできるっていうふうにやってます。<laughs> すごいすごい素晴らしい <laughs> えその 気持ちとしては今のロジカルですごく通じるじゃないですかその声のトーンであったり高さであったりそこの作り方っていうのはどのようにされてるんですかそれはもう完全に自分があの「こいつはこれぐらいでやったら気持ちいいな」でまず考えておいてでもやっぱりあの多分顔出しの方々の普段のお芝居とかよりももっともっとその。 声とかでバランスを取っていくことが多分大事になってくるんで特にまあ外画だとベースの声とかもあるから多少あるかもしれないけどアニメとかだと何にもないじゃないですかだから主人公がこの感じでいくんだったらじゃあもうちょっとこっちのキャラクターは例えば太いとか軽いとかそういうバランスを取っていく作業っていうのは現場で一緒に作っていくかもしれないです。 よかったらあのちょっと時間あれかもしれないで今度聞かせてくださいアプローチとかいろいろ芝居のこといやいや何を教えますか <laughs> そんなそんなそんなすごいすごいですねどうですかシンパさんいや勉強になりました <laughs> 先輩 <laughs> 確かに今シンパさんすっごい真剣にこうやって横でこうやって聞いてますもんいやなんかあのもっと話聞かせてください本当にまたあのもうねはいかや <laughs> あちらのあの男女の方々はすごく深くうなずいていらっしゃいました<え>はいゆうきさんたちねわかってなぜました、はい いやーすごいですねいやーすごいですね帰ろうかないやいや先輩のお話聞けることなかなかないんでなんか同じ声優としてもあ聞けてよかった志ンさん聞いてくださってありがとうございますっていう気持ちでいっぱいでした。<laughs> なんかね、こういうお二人普段なんか土俵のちょっとだけ違う方々とご一緒するのも新鮮で楽しいね,ね本当に本当になんかこうお芝居のこう呼吸とか波のつけ方とかがやっぱりこうフィジカルでお芝居してる方のリズムじゃないですか、うん、から掛け合った時すごいなんだろう臨場感がいつもと違う幅で見えますよねなんか勉強になる気がする勉強を受けるよう <laughs> なのねすごい本当に本当に本当にそう思います でもだから、うん、あ今、聞いていてだからその1つのこう言葉でも立体感があるんだなってなんか納得しました、うんはい、またぜひお二人にもね、声優もチャレンジしていただきたいと思います。ああ、いいありがとうございました。<laughs> <laughs> さあではですね、ここでちょっとお願いしたいことがございます。 日本全国を回ってきたバンブルビー、そちらにいらっしゃいます、実は各地でチャーリーと心を通わせるあのシーンを一緒に演じてほしいという声が多かったんでございます。うん、そのシーンというのが予告編にも入っていたあの誰かに頼れる人はいる家族はいるので、チャーリーを指さすバンブルビーとのシーンでございます。で、本日はバンブルビーにも来てもらっておりますし土屋太鳳さんもいらっしゃいますし、声の木村さんもいらっしゃいます。おっ もう皆さんが今想像していらっしゃることですがもしバンブルビーが話せたらというスペシャルバージョン今回限りでやっていただきたいと思いますでいきますよーいスタート誰か頼れる人はいるチャーリー君がいるだけでいいんだ家族はいるのそれは

皆さんに向けて代表して土屋太鳳さんからメッセージをお願いいたします。はい、えーあ。本日はあの本年度のあのお忙しい中、えー、いらしてくださいまして本当にありがとうございます。えー、とこの作品はあのトランスフォーマーの始まりの物語であると同時にあの見てくださる人の心で何かが芽生える物語だと思います。あの今の時代こう。 たくさんの人が自分の心の,その疲れやこう傷を癒されないままえ踏ん張っていると思うんですけれども、えー、このバンブルビーという世界を通して、えー、勇気だったり、えー、元気を感じていただけたら嬉しいです、えー、本日は、えー、本当にありがとうございましたありがとうございました。 どうでしょうか。